吉野勝秀は、日本の実業家かつ投資家。千葉県松戸市出身。株式会社新東京グループの創業者で、代表取締役社長。1986年、社会に出た直後より、産業廃棄物の収集運搬業を個人で開始。1992年、株式会社新東京開発を設立、代表取締役社長に就任。1999年、 1> 第1号の工場となる白井工場をオープン。2009年8月、株式会社エコロジスタを設立、代表取締役社長就任。同年9月、第2号の工場となるエコロジスタをオープン。2012年1月、株式会社メッツの TOB を発表し、同2月に手続き完了。同年6月持ち株会社である株式会社新東京グループを設立。 代表取締役社長就任。また9月25日に東京証券取引所東京プロマーケットへ、マーケット設立後の第1号として、中核持ち株会社の株式会社新東京グループを上場。2013年5月、メッツの黒字化を達成したことを公表。また2013年11月、GFA 株式会社の第三者割当増資を公表し、 筆頭株主となる。その後同社の再生を実施。そして2017年12月、プロ投資家の認定を取得した。2020年9月、商電車ホールディングスの第三者割当増資を実施。同月新株予約権を行使し32.58%を株式を保有する筆頭株主となった。資本提供額は、 第三者割当増資と新株予約券の行使を合わせ、総額6.6億円となる。株式会社新東京開発遠隔株式会社エコロジスタ遠隔 IR バンク吉野克秀。ありがとうございます。